はい、女子 1500m において見事優勝されました敦賀気比高校の大道未来選手にお話を聞いていきたいと思います。大道選手おめでとうございます。ありがとうございます。早速レース振り返っていかがでしたか？決勝ではもう最初からもうバンバン走る、でも後のことは考えずにもう全力で行きました。本当にレース見てても、いつも大道選手は引っ張るレースが多いですよね。でもその中でも今日はやっぱり一段と、なんか思いを感じるような引っ張り方やったなと思うんですけども、いつもレースの中でどんなこと考えながら走ってるんですか？先頭に立った時はもうこのまま1位でもう絶対行くぞっていう気持ちで走ってます。最後にゴールした後の倒れる様子が本当に印象的でした。力を出し切ったなという感じで、次北信越があると思うんですけれども、目標や意気込みをお願いします。今回の総体の決勝ではあまりタイムが良くなかったので、北信越では4分35秒を切るぐらいで走りたいと思います。はい、力強い言葉をいただきました。敦賀気比高校の大道未来選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。